さて森の北まで逃がしておいたのであるもの、これで遠慮なく行けるぜ。左にな。じゃあドーマの沼行くか。怖いけど行こう、行こうね。行くしかないからね。うん、散っちまったな。しかも分け方が割とひどいぞ。え、人数少なくない？ジュダ竜の盾でーす。でこいつ動かないから、今までのパターンからすると動いたらもう困るんだけどな、こいつ。でこれ何、初登場だよね。ビグル強く、強っ。うっそん、せいまであんなに弱かったくせに、なんでこいめっちゃ強くない？速さ 20？ でも魔戦士なら、それでも魔戦士ならって思ったけどさ、目の前にもっとヤバいのいるんだよね。魔人、分け方に悪意を感じる。すごく悪意を感じるね。きついじゃん、突破。守備18で22。5しか食らわねえ。いやでもアトラスならいけるか。早めにちょっと潰しておいた方がいいね。食らえや、痛えけど食らえや。終わった、ほぼ終わった。アトラス君のこの妙な強さ何なんだろうね。秘訣を教えてほしいところ。1234122、つまり魔人との戦闘は容赦なくやって構わんのだろう。行くぜ。痛い、地味痛い。ここまで削ったらもう勝てる。勝ちはやっておしまい。左はなんとかなった。ジュダ倒せ、なんとか。竜の盾がきついよな。結構補正かかるんじゃなかったっけ、あれ。まあ、茂みから、ちょっと遠くから撃たせてもらう。攻撃を封じられた 4の倍数だっけ。4の倍数に攻めなきゃいけないから、大変だね。魔戦士、バルボとかもうありえねえから、この辺のメンバーちょっと。セリカも怖いよな。というか、あれだよ。あいつ、よからぬもの召喚するだろう。急いで倒すぞ。急げ、急げ。バルボは隅っこに逃げとこ、一応。怖いし。なんか怖いし。カチュアかエストの応援が欲しいところですね、早めに。というか、天使の指輪くれ。それが本体だから。それさえ、ちょっと待って、ビーグル呼ばねえだろうな。嫌な予感する。うーわ、でも一体だけ。ええ、そっちに呼ぶの、やべえなあれ。あー、ビーグルはやばいな。手やり持ったカチュアとかで行きたいところだったけど、これ怖いぞ。レオくんが致命傷を負うんだよね、あれ放置してると。うわ強いなあ。しかも沼に呼んでるのが非常に厄介ですね。じゃ一旦ちょっと下げるか。123、違う違う、123412、この位置なら大丈夫。こっからできることはないな。バルボ左行こうか。ビグル怖いよ。天使の指輪がいるのは君たちじゃないな。とりあえずビグル全滅させないで、あれどんどん増えるぞ。ロビン、なんとかして天使の指輪をお届けするんだ。ここは俺たちに任せろ。お前は先に行ってくれ。あそこにいるバルボに頼むぞ。どういう感じになるんだ。行っちゃってよ、あっち。動くのかあいつ、マジかよ。しかも増えた、増える増える増える、すごい増える、すごい増える。え、どうすんのこれ、これどうすんの、これ非常にやばいよ。これ初見殺しなんてレベルじゃないよ、これ。これどうすんの、こんなやばいのに囲まれてさ。
死ぬべこれ死ぬべどうすんのこれ、増えるんだけど、行くしかない、キリないもん。男なら勇気を持って踏み出せ、そして叩き潰せ。これでやるしかないよな、もう攻めろ。勝って何これ、いっざー、魔戦士でもこんなにも差が。くっ、ロビン君急いで、ロビン君急いで、ほんとどうすんのこれ、死者多数っつうかクリアできんのこれ。セーブしといてよかった。というかこれもう無理無理無理、やってられるか、やってられるか、帰るぞ俺たちは。あんなやつに付き合ってられるか、俺たちは逃げるぞ。いや、まともに付き合ったらやばいやつだって絶対。でも増え続けるんだろあれ、どうすればいいんだろうなこれ。あらかじめ準備を整えておかないときついマップと見たよ。おお、ゲストの方が早い、返せ奪い取るぜ。どうすんのこれ、もう魔法だろあれも一応。ていうか魔法なのかこれ、そこだよな。魔法タドを信じて疑わなかったのはセイマのあれのせいなんだけど、今受けたダメージが7ダメージ ×2 だったね。18、魔法は使えません。物理かこいつ、この見た目で。へえ、物理マジかよ。あのディル使えないんですかこっちでディルないの、ディル誰かディル使えない、ない、ディル、リカバーオーラエンジェルサンダーファイヤー、ないな、ディルアローにかけるか。いやー、しょも届かない。どうする、移動が死んでる。あいつ逃げ込む気だな、許さねえぜ。ディルが欲しいです。ディルだったらこいつは全員やられるんでしょ。くそー、ジェニーちゃんか、ジェニーちゃんなら覚えたかもしれないのか。ちょっとシルクトレードしねえかな、ほんと。あとこっち来てくれたらすごい助かったのに、もうやることねえぜ。もうでも あの目玉動かないんだけどさ、さっきからずっと気になってんの。攻めてこないのよこいつら。いて、これジェニー死んだんじゃねえ。あいつ動くもんな、攻めてこないんだよね。でも考えたら、いやでも今までの常識で測れないところが、あのもう無理無理無理、もう無理、もう無理だ、もう無理だ、俺たちはここで死んでしまうんだなって。わ、ついに攻めてきちゃったよ、どうすんの。しかもよくわからない移動なんだけど、ちょっともしかしてパニックってたけど、これ移動2しかないんじゃない。いや、そうでもねえ、全然そんなことない。なんで2マスしか動かないの、動きがまちまちだぜ。ちょっと待って、囲まれてるから。ちょっと、ああどうする、きついけどこれ。ジュダを倒すしかない。いや、もうどうすればいいんだろうなこれ。ジェシーはもうこのままだとお亡くなり濃厚なんですよね。でも攻めなきゃ勝てないから、どっちにしろと思ったけど、攻めることすらできないという。で、犠牲を最小限にしつつどうにかしようと思ったら、とりあえずこいつら物理だったら、もうとりあえず生贄を選択するしかない。しゃあない、もうちょっと茂みでしばらく粘ってくれ。もうすまねえ、行くぞ、なんとかして突破するしかない。こっから出るぞ。というか天使の指輪で射程が1なのか、聖魔で語ったからあれだったけど、そう考えるとエストのこれ刺さるんじゃねえ。エスト刺さるぞ、守備結構あるし。ただな、向こうが早いんだよな。20だろ、まだ育成足りなかったの私。16、18、本体がちょっと強いのか。でもこれだったらちょっとエスト頼むわ、掃除してくれ。エストをもっと信じるべきだったか。
いける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 。他の人たちを逃がすんだよ、頑張って。エストがあそこで粘る。魔人もいるからかなりきついとは思うけど。カチュアも残るか。いや、カチュアはやばいと思う。そうか、移動が2マスしかないように感じるのは、ビグルンもあれ、床の影響受けてんのか。多分そうだね。それなら納得だぜ。で、意外とバルボがあの目玉野郎に活躍するっぽいから、ちょっと、避けるついでにちょっと動いていくか。エストがあそこを全て借り尽くしてくれたらまだなんとかなるかもしれない。魔法職で決めつけたのが失敗だったな。うん。こっちよな、こっちよな。やばいのはあっちよな。メイ下げる。物理だったら逆にメイが非常にうさんくさくなるからね。で、聖なる剣を渡しておこう。で、左のビグル全滅させて、なんとかして合流してやるか。ちょっと待て、魔法だったらこれレオいけんじゃね。守備16もあるんですよこいつ、なぜか超強ですから。いけんことはないな。とりあえずあいつ倒さないと終わらないんだよ。お前な勝った。何これ。あと何発打ち込めばいいの。あと51発ですね。はい、頑張ろうな、頑張ろうな。せいぜいがつくな。せいぜい頑張ろうな。痛いよいきなり。でもなんか沼で勝手にダメージ受けてたっぽいね。おかわり来ちゃったよ。逃げろ逃げろ、いっそ逃げてくれ、その方がやりやすいわ。でも攻めてこないみたいですね。それが分かったのは収穫。よし、魔物特攻でなんとかしてビグルを処理していけ。そして天使の指輪でなんか強くなれ。増やすなよ。こいつら自分で増殖するのがほんと凶悪だな。ドラゴンゾンビよりやばいぞこいつら。まさかねえ、セイマのあの雑魚魔法キャラがここまで凶悪な性能を持つとはね。そこに関しては予想外だぜ。こっち来ちゃってんだよな。いて。でも多少なら粘れる。森の上だしね。エストである程度処理して。よしよしよし。4の倍数しか受けないからもっと早く掃除していかないと終わんねえな、これ。こっち。ああ、ちょっ。おい、掃除したいだけなんです。悪いことじゃないと思うんだよ。そんなひどいことしてない。清く正しいから。魔人2体相手するの無理だから、正直やってられないから。ここちょっと待ってくれ。魔人の移動を確認する方法が一つ、バルボを使う。うん、2マスだったらこの上ぐらいが安全かつ攻めれる。よしよしよし。なんか頭痛いぞ。もう頭を抱えるという意味で頭が痛くなってるぜ。急激に頭痛が発生している。なるほど。外伝パワー出せ。で、下がれ。よしよしよし。経験値そんな範囲内のひどいよな。ケチだぜ。リカバーで、セリーか。まあ下げとくか。バルボ出番だぜ。存分に暴れてくれ。あんな見た目でも物理だ。多分あれでしょう。というかビグルの攻撃モーションどうなってんの。目玉からビームじゃないんじゃないの、あれ。もしかして触手的な感じなのを、ケツからこう出す感じの、そういう攻撃モーションかもしれない。見てみれば、ああ、物理だわってなるかもしれない。増やすなって、だから。ああ、魔人こっち来ちゃった。きついよ。助けてください、マシ。あっち行っちゃった。待ち構えてんのに逃げるって情けないね。
めーずつきー物理だわ、マジかよ、この見た目で頭突きしてくんの。え、娘よ、ドーマの塔へ登ってこい。え、お、帰ってくれた。あー優しい、ありがとうございます。なんとかなりそうな気がしてきたけど、これもうアトラスくんやばいんじゃないかなっていう。やった、ドーマの塔に登ってこい。だって行けばいいのかな。まあよかったよかった。まあ、あとはここ生存できるかっすね。いてー、続きやめてください。さて、外伝の使用を忘れつつあるぐらい久しぶりなんですが、なんか最後ドーマの塔が残ってるらしいのでここ行きましょう。で、いくつかの道具をアルム軍に渡しておきました。なんかね、魔女がすごい勢いで増えてるので、天使の腕輪と、まあ鋼の盾、あと勇者の剣かな、強そうな剣、この3つを送っておきましたので、まあなんとかしてください。どうしようもないのでね。こっちは多分腕はなくてもギリギリ対抗はできるかなと。ただアルム軍はマジでシルク以外無理なので、まああれでね、強くなってもらえればという。え？え？思ってたのと違う。マジかよ。こんにちは。素早さの水。誰飲ませますか？誰がいいかね？速さ。セリカ遅えな、こうしてみると。レオも大概だが、メイちゃん遅いね、こうしてみると。セリカの速さ上げとけば生存率上がるんじゃないですかね。こうしてみるとエストも遅いね。セリカ上げよう。他のキャラクターはもうなんか上げたところでって感じあるんで、これでちょっとでも生存率が上がってくれたらいい。ちょ待って、もう片方なんだよ。これ片方枯れるパターンじゃろ、どうせ。気をつけよう。こっちは幸運の水。運はいまいち強さがわかんねえんすよね。運ゲーよりも堅実な速さを手に入れる方がいいんじゃないか。よし、じゃあセリカにとりあえずグビグビ飲ましておこう。これでまあ軟弱な敵からの追撃は受けなくなったんじゃないですかね。これででも一応左も見ておきましょう。左は閉まってる。さあ行こう。怖えな。上、え、ちょっと待って、人数少なくない？うっさん、これしかもなんだ、壁かこれ。何の床あれ、ませんし。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、主戦力全部持ってかれたぞ。妖術師リカバースライム、強えな。どれがどれか分かりにくいんだが、ソニア、メイ、セリカ、分かった。じゃあセリカ逃げようか。よし、魔女ではないからね。これは価値は、とりあえず一旦こっち逃げようぜ。引きつけつつ、単体性能なら勝ってるはずなんです。あんまり魔戦士の移動が意外とあるからな、一旦集まるぐらいがちょうどいいでしょう。ジェシーか、まあ、戦士だからそれなりには戦えるはずですが、一応ちょっと引き気味で。魔法使いの2人はちょっと怖いよなと思ったけど、これソニア逃げ切れてねえんじゃねえかなっていう。ソニアの素早さ22、これならいけるか。いけますね。ただ攻めに行くのは後ろの敵、あの床結局何なのかよくわからないんですけど、まあ、一旦離れておきましょう。え？ターン終了って自分で。みんな集まれ。うん、これだけか。分断されちまったよ。行って。お、経験値結構もらえる。あざす。まあ、そうだよな。来るよな。行って。わ、当たらねえ。体力削られただけ。辛い。魔戦士対決なら負けねえぜ。負けそう。ソニアが意外と早いんだね。さてと、メイの速さはそれこそ遅い。だったらオーラかな。命中高そうだからという理由で。おお、いいね。よしよしよし。ん？オーラって射程3なのか。いや違う違う、こいつに当たったか。まあ、22だね。そうだね。よし、奥の魔戦士はもう怖くないから。お、エクスカリバー。
確か強かった。かえちょっと待って、火力が、ええ、それはちょっといくらなんでも思った以上に弱いぜ。あっ、オッケー、魔戦士だけは潰すぞ。オッケー、経験値がっぽり。守備上がんない、上がんない。はい、エストでも、エストはこれ多分重くなってるから追撃出なくなっちまってるのか。先に価値はいきますか。よし、オッケー、いいねいいね、よしよしよし。ではこれはもうジェシーでいけますね。オッケー、残り半分どうなってんだろうね。無事だといいんだけど、突然の分断とかは読めないからな、さすがにどうしようもねえからな。ここの位置だとちょっと危ない、セリカに行っちゃうから、こっから投げよう。オッケー、ちょっと危なかった。よし、あのマス、うん、来た、なんか突然来たぞ。痛い、痛くねえ、全然痛くねえ、びっくりするぐらい痛くねえ。あれなんだ、通行できないだけか、こいつシーフ的な役割もあるとか、そこら辺が全くわからないんですよね。気にするだけ無駄か。よし、オッケー、じゃあやり投げましょうか。よしよし、ソニアの体力がえぐれ飛んでたけど、まあ余力はありますね。こっから行こう。サンダーしかないのか、エクスカリバーの方が強いよね。だったらここから、お、アローとかもあるんだね。性能は強、火力はあるけどマイナス8ってのがなかなかね。うん、じゃあ一応回復させておきましょうか。リカバーどうぞ。いい回復量だ。ただ経験値は入らないんですよね。こうして見るとセリカ本当置いてかれてるぜ。よしよし、じゃあカチュアで釣りましょうか。あいつどこからともなく増援が来ないとも言い切れない。いて、さすがアーマー硬いっすね。でもね、でもね、でもね、メイちゃんやっちまいな、暇そうだからね。よし、ファイヤー十分でしょ。オッケー、これセリカで食べれる、久しぶりのご飯だぜ。よし、いただきます。オッケー、あざす。モリッと増えねえ、マジかよ。魔人を撃破しました。さて、さっきの奥ですね、これ。どこ？うわ、上行こうぜ。ないぜ。道合ってんのかな？うわ、敵。うわ、ひでえ、なにこれ？